全国障害年金パートナーズの動画。全国障害年金パートナーズの山崎です。わけもわからなく不安になるときはありませんか？あなたが不安になるときってどんなときですか？私は学生の頃はよく不安になっていました。試験が始まる前ドキドキ、電車に乗っているとき、このまま乗っていて約束の時間に間に合うかどうかわからないときドキドキ、好きな女の子にメールを送る前ドキドキ、こういうとき不安な気持ちがもくもくと湧いてきます。そして心臓をバクバクと急がせます。なぜ不安な気持ちが起きるのでしょうか？ある精神科医の先生が書いた本によると、不安はこのままだと安全が確保されていないよ、このままだと危ないよと教えてくれるものですと書いてありました。不安にはちゃんと意味があるんですね。今まで不安は意味がないと思っていました。ただ気まぐれに起きると思っていました。不安は安全が確保されていないと教えてくれているんです。例えば目の前にクマがいたら、逃げるか戦うかを瞬時に判断しなければいけません。何も感じなかったら死んでしまいます。そこで不安という感情を使って危機を知らせてくれています。その時心臓がバクバク動いて、ものすごい勢いで血を送り、いつでも逃げられるように、いつでも戦えるようにします。それがドキドキの正体です。でも現在は囚わいません。見える危険より見えない危険の方が圧倒的に多いです。先ほど私はよく不安に思っていたことを伝えました。試験が始まる前、試験に落ちたらどうしよう、いい大学に行けない、安全が確保されていない、電車に乗っている時、このまま乗っていて約束の時間に間に合うかどうかわからない時、間に合わなかったら友人に嫌われる、安全が確保されていない、好きな女の子にメールを送る前、嫌われたら明日から学校に行けない、安全が確保されていない。不安は安全が確保されていると分かれば消えます。例えば女の子にメールを送る前は不安でいっぱいですが、メールを送った後女の子からメールが返ってきたら不安は消えます。また仮にその返信が当たり障りのない内容であっても、嫌われているということにはならないので、特に不安は出てきません。メール返ってこなかったらへこみます。でも私という人間が否定されたわけではありません。メールを返す返さないは相手の問題で、自分の問題ではありません。メールを返せない事情があるかもしれません。もし事情がなくても、メールを返さない人とお付き合いしたくないですよね。さて、不安を消すには自分が安全であると認識することが第一歩です。あなたはきっと不安でいっぱいだと思います。時にこの先どうなるのだろう、お金はどうなるの、このまま生活できるのと経済的な不安があると思います。その経済的な不安を解消するにはお金を得ることです。働くことができれば良いですが、きっと体調が悪く働くことが難しいと思います。そんな時は障害年金を検討してみてください。障害年金を受給できれば、少ない人で年間約58万円、多い人では200万円になる人もいます。障害年金を受給できれば、あなたの頭の多くを支配している経済的な不安は消えてなくなります。まずは障害年金の無料判定を受けてみてください。あなたの不安を解消する第一歩を踏み出してみませんか？あなたからのご連絡をお待ちしています。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、
動画のリンク先から判定を申し込みください。